バイアコム CBS はアメリカのメディアコングロマリット。全米三大ネットワークの一つである CBS、MTV、ニコロデオンをはじめとするケーブルテレビ局向けチャンネル事業、及びパラマウントピクチャーズを参加に持つ。バイアコム CBS は1999年に買収劇のあった CBS とバイアコムによる2度目の経営統合である。 CBS を買収したバイアコムは2005年に経営分離。存続会社として初代バイアコムは CBS コーポレーションに社名変更。同時に買収前の事業を中心として再びバイアコムが分割された。2016年バイアコムは CBS との統合を図るが大株主のナショナルアミューズメンツが反対し頓んざ。2018年 ウォルト・ディズニー・カンパニーによる21世紀、フォックス買収を延々としたバイアコムと CBS との統合が再燃。同年5月、CBS 社はナショナルアミューズメンツを提訴。2019年8月13日、バイアコムと CBS は正式に再統合で合意した。2021年3月22日に増資を発表。株式価値の希薄化が懸念されたことから、 株価は暴落し、5営業日で半年以下まで急落した。この際、バイアコム CBS の株を大量保有していた投資会社の損失が膨らみ、お衣装が払えずにデフォルト状態となった。この会社には、クレディスイスのほか野村証券、三菱 UFJ 銀行、水穂銀行などが投資しており、 バイアコム CBS の株式が第2のリーマンショックの引き金となりかねない事態を生み出した。日本では CBS は TBS ホールディングスと独占包括業務提携を結んでおり、テレビ事業主会社の TBS テレビによるニュース映像利用の他にニュース番組を系列の BSTBS、TBS ニュースバードで放送されている。さらに、 TBSHD のメインバンクは三井住友銀行である。このため、バイアコム CBS は三井住友銀行とも関係である。また、東方東和は、子会社の東和ピクチャーズより、パラマウントピクチャーズの劇場配信であり、東方グループのメインバンクは三菱 UFJ 銀行である。ありがとうございます。